牛浜駅。牛浜駅は、東京都福佐市牛浜にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本大梅線の駅である。駅番号は、JC56。1940年、立川飛行場の付属飛行場として、陸軍多摩飛行場、現在の横田基地が作られ、周囲に、軍関係施設が、相次いで開設されたことから、 軍の加盟により停留場を新設することになった。早急に開設すべきとの要望があったため一時仮停留場として設置し、定期券を所有する軍関係者に限り取り扱うこととした。仮停留場の位置は現在の牛浜踏切、ホーム、廃島片脇際にあり、駅事務所は縦壺6.6坪、ホームは角材を井桁たに積み上げたもので、長さ70メートルであった。 1944年の国有化に合わせて、駅舎工事を行ったが、戦時下の物資不足のため当初計画より規模を縮小して二代目駅を建設し、本停留場として開業した。島式ホーム一面二線を有する地上駅で、橋上駅舎を持つ。旧駅舎の老朽化とバリアフリー化のため、2011年、平成23年10月から建て替え工事が行われ、二0 1年、 平成25年3月にエスカレーター5機、エレベーター3機を備えた新駅舎が竣工した。このうち東西両出入り口にはエレベーター、エスカレーター上下方向のすべてが完備されている。改札内の駅舎とホームをつなぐ箇所にはエレベーターと上りエスカレーターのみが設置されていて、下りエスカレーターは省略されている。また、改札正面の自由通路には、 足元までの大きなガラス窓が設置され、開放感のあるデザインになっている。現役者は、旧役者を使用中のまま新たに建設された、関係上、旧役者とは、位置があまり重複しないよう微妙にずれて建てられている。本体は、旧役者より、ふっさ寄りに建てられていて、東口が線路から離れた場所にあるのも、旧役者の東口階段を避けてその外側に新たに、 建設されたためである。三代目駅舎時代の骨組みには一部コレールが使われていたが、現在もその一部がホーム中央部に残存している。JR 東日本ステーションサービスが業務を受託する業務委託駅で、灰島駅が当駅を管理している。駅舎内には自動券売機三台、うち一台は多機能券売機と自動改札機が設置されている。 終電後の時間帯は、改札全体と自動券売機部分を覆うシャッターが降りるが、自由通路、延長79.7メートル、有効付近3.4から7.1メートルは、差し指導のため夜間も通行でき、エレベーター、エスカレーターも終日使用できる。初電から朝6時半まで、友人改札の窓口はシャッターが降りていて、 自動券売機も使用できず、乗車駅証明書発行機を利用する。また蒸気を含め初電から終電まで1日7回、合計6時間11分にわたり、駅員の休憩のため友人改札通路の窓口は、シャッターが降りるが、通路の自動ドアは当然ながら、自動開閉する。トイレは校内に設置されていない。東西の駅室入口階段下に1カ所ずつ。 福さし管理の公衆便所、車椅子対応が設置されている。売店はなく、ホームに飲料自動販売機が数台設置されている。複線化された1961年に、大梅線内では、最も早く京城駅舎として建て替えられた。平成元年頃東口の北側階段が増設され東口公衆便所が改修された後、自動改札化された。改札と、 ホームとを結ぶ階段は一箇所のみで、エスカレーター、エレベーターはなく売店、トイレもなかった。友人の緑の窓口はあったが2006年、平成18年に閉鎖され、その代替として、もしもし券売機カエくん、営業時間6時30分22時が設置されたものの2012年2月6日20時をもって、営業終わりし撤去された。代替として、 多機能券売機1台が設置された。校内は自動券売機3台、自動改札3台、自動生産機1台で、横田基地の日米友好祭やマラソン大会などのイベントがあるときは簡易追加がおけされた。朝6時半まで窓口と自動券売機部分にシャッターが降りていて、乗車駅証明書が改札脇の箱に置いてあった。 後に乗車駅証明書発行機が設置されるようになり、日中はカバーがかけられていた。東口、西口の階段、通路及び改札内外が狭いため、駅周辺でイベントが行われる時は駅員を増員し、臨時切符売り場が設けられていた。西側を摩川、東側を米軍横田基地に挟まれ、二千十七年度の一日平均乗車人員は百三十九人で、 ある。横田基地第5ゲートの最寄り駅であり、毎年9月の土曜、日曜に行われている、日米友好祭の開催は、混雑を極め、IC カード普及以前には、東口駅前公園に、臨時切符売り場が設けられていた。近年の推移は、下記の通り、米軍横田基地があることから、基地周辺には、米軍の軍人向けの米国風化しや、米軍ハウスや、 ミリタリーショップ、アメリカンフードといった関連の民間施設が並んでいる。1982年、昭和57年頃まで西口に立川バスが発着していた牛11系統、牛浜駅ふっさ団地中央、後にふっさ駅と灰島駅始発に変更。現在でも牛浜駅西口近くと新奥多摩街道の牛浜駅入口の大型通行禁止の標識には、 路線バスを除くという補助標識がついている。また、1995年頃まで東駅近くの新奥多摩街道と五日市街道の交差点、牛浜郵便局前交差点付近に、牛浜郵便局というバス停、立83系統、福生北立川駅北口、廃13系統、福生駅廃島営業所があり、同駅も寄りであったが、今は廃止されている。 現在は、立川バスふっさ営業所出入コ線として、牛浜郵便局から、牛浜駅入り口に名を変えた、牛浜郵便局前近くのバス停に、立88系統ふっさ市役所発熊川駅、灰島総車場経由立川駅、北口行きが日町から昼に数本、立89系統の立川駅北口発灰島、総車場、熊川駅経由牛浜駅、入り口行きが、 全日10本前後、うち、平日2便、土曜1便は深夜バス走っている。平日の深夜バスの最終は、大梅線最終を梅駅に接続するダイヤとなっている。他に、西東京バスが運行する立川駅北口発、川辺駅、北口港の深夜後帰宅バス、および、道便の上り、灰島駅行きが、道バス停を使用する。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。